逆に言うとなんか例えばさ説明しろっていう人ってさいい人間関係をさ自分で切っちゃうよね。うん,うん。それは感覚的にわかるでしょ。何でもかんでも人とどっかの集まりにいてあれ説明しろこれ説明しろっていう人いるじゃん高校生でもさ。うんうん。あんまうまくいかないよね。まああのいい頭いい人っていうのは質問が頭いいんで、うん、あの吸収がまた違うんですよね。前提知識つけてから、うん、その人にしか聞けないことを聞くんで。そうそうそう。 だから、まあ、例えばっていうと、竹中先生に利上げって何ですかって聞くの、すげえ無意味なんですよ、うん、だって別に教科書は書いてるわけだから、でただ、例えば、上田さんがどういう性格だったかとかって、今、日銀総裁の上田さん、一緒に働いた時期とかもあるから、それはやっぱ、働いた人じゃないと分かんないじゃん,うん、うん、とか、かこうその人に聞くべきことってあるよね。うん、うん まあなんかそれがさっき言った、その、課外活動内での、まあ、意識高い系と、まあ、ちゃんとその分野に興味がある人の差みたいになってくくのかなと思いますけど。下調べをしてくるとかさ、そういう、こう、人間としての礼儀ってすごい大事だよね。だから、それってやっぱ相手に対する想像力だと思うんですよ。うん、相手が書いた論文を読んでからランチに行こうとか、相手をこう気遣ってる、意識高い系って言われる人たちに、残念ながら足らないのは、その想像力なんですよね。自分がやりたいことだけを、うん、 自分はこれやりたいですって、私の利益はみたいな話になるしさ。利益でお金くれって話じゃなくて、その論文、学術論文なんて大抵のと真面目に読まないですから、めちゃくちゃ頑張って1年間書いても多分順にも真面目に読んでないわけですよ、学術論文なんて。それを例えば読んできてくれたってだけでも嬉しいよね。自分努力はあの報われた感じがするじゃん。そういうその心理的な報酬のやり取りができるような、あの、いわゆるインテリジェンスのグループに入れるようにするっていうのは、これはすごい大事なことだと思う。 結局、あれですもんね、SFC の研究会に入りたいって言って、研究会の先生の本,本も一冊も読まずに行くなんてことはないですし、僕も実際、<う>研究会、名前挙げさせてもらった先生の本は一通り全部読んだので、うん、そういうことができるかできないかっていう部分が、やっぱり結局、受、うん、かるかどうかっていうもい。もっと言うと、私の友達、例えばそのベストセラー作家の友達とか、YouTube でそれこそ150万人とか言ってる友達はいるんだけど、そういう友達ってそういうのうまいわ。そのベストセラー作家の友達と、 あのまあ、やり取りはしたんだけどあの久しぶりに会った時大学卒業してねで大学卒業してあの彼はまだベストセラー作家じゃなくてあのなんか廃品回収業かなんかったんだけどその時起業してねでその時はあの新宿の焼肉屋で会工1枚あったのいや竹中平蔵って偉いな」ってでその私がだからどこのゼミに行ってどういう政治思想を持っててとかってある程度その調べるだけ調べてから行ってるわけですよ <laughs> とかそれってさ当たり前のことなんだけどできる人すごい少ないよね。 100人に1人、まあ、多分その全体で見たらっていう、多分りょう君の友達とか私の友達だったらできる人多いけど、その全多分日本の高校生100人いたら、それできる人ってやっぱ1人だなと思うんだよな。うん、それは、なんか最近、人と付き合ってて、そういう,こう心に残る気遣いみたいなのありましたそうですね、僕の、最近で言うと本当にもう、最近はあれなんですよ、あの高校生とあんま関わってないんですけど。まあ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 、大人になったらいいよ。うん 直近の関わりで言うと、やっぱりその、外国人の方とすごいよく関わる、あのうん、研究テーマ柄も、まあ、その仕事柄もよくあるんですけど、うん、外国人の方と関わる方あの、やっぱり彼らは共通して、まあ、日本に来る際はもう、もうなんか、 そこら辺の何て言うんだろうな頭、頭悪い日本人よりは全然日本,人日本語喋れるぐらいの能力,力を持ってきますよね。あ,まあ、ある程度、日本の文化レベルも理解した上で、ちゃんと話してくれるっていうか、うん、日本の常識を理解した上で話してくれるっていうのは、まあ、それは、うん、ああまあ、そこまで評価される人間に値するんだなっていう部分ですよね。うん だから当たり前なんだけど、北朝鮮問題やりたいんだったら、韓国語は覚えてから行くべきだし、うんで、それが分かんないまま、例えば、そのさ、や韓国の人は切れやすいから、核兵器作るんだみたいなこと言ったって、ハートしか思わないわけですよね。うん、その、感情表現の仕方が違うだけだって、別に日本も韓国もそんな変わんないわけですから、その、なやっぱり言葉が分かると、それは分かるわけですよね。あ、こういうふうな表現を使う人たちなんだとかっての分かればさ、全然やっぱ見え方が違うじゃん。 やっぱりこう、自分が研究テーマとしてこれやりたいっていうのと、それに伴うやっぱスキル例えばだから、なんだろう、数字が出てきたらもうやれすって人が経済学やるべきじゃないわけですよね。うん、株の話とかでもなんかさ、利上げする、利下げすると、それ何円上がるんですかとか、何円下がるんですかとか、何パー上がるんですか、何パー下がるんですかって、それが大事だよね。うん、その数字を使って話をするっていう文化とか、まあ、やっぱりいい、